さあ本日は愛知県は豊田市にあります上越渓谷というところにやってきました。今日はちょっと寒いですね。これやばいよ、見てこれすごい、めちゃめちゃ魚います。メインはバーベキューかな。で釣りもできるということで、ルアーポンドがあるので今日はそちらで遊んでいきたいと思います。よし行くぞ。入魚券をここで購入します。寒い、ちょっと結構舐めた対応できちゃったな。ここだ、上越渓谷マス釣り場。餌釣りだと1名2500円だけど、ルアーフライ釣りだと4000円かな。結構するね。持ち帰り制限はありません。餌は禁止です。でバーブレスフックにしないといけないとか、シングルフックじゃないといけないとかっていう、まあ管理釣り場特有のねルールもない。ただなかなか釣れないという、ね、ホームページをね見たんですけど、なかなか釣ることができませんみたいないう感じで書いてありました。難しいっていうことです。そういうとこ大好きです僕。よし行きましょう。ルアー釣りを、ルアー釣りですか。はい、はい、なんか厳しい。もう朝一で放流は済んでるので今日の分の、はいはいはい、もう今残ってる魚を釣っていただくっていう形になっちゃうんですけど、あもう人にやられちゃってます結構。放流した魚もしかしたら釣られちゃってるかもしれない。はい、ちょっと手振っていただいて、はい、はい、なんかねもう朝の放流は終わってて、でその放流のタイミングを逃すともう魚取れる確率がすごい減るらしい。見てきてから決めていいよって言われました。この辺はね水深あんだけど、こっち見るとねすごい浅なっとって、まあ、あの辺ちょっと溜まってるけど魚がいるか不明。まあ、アウトレットでも園庭側は2人入ってて、でそこが一番深なっとって魚も上からまあ確認できるぐらいおる。でその他一切魚見えない状況で4000円払ってやるか、やるとしたらまあ左のシャローの方とかをやることになるんだけど、多分魚おっても1匹2匹とか、しかも釣れんかったらおしまいやし、これはね予想以上に厳しい。もうちょっと全体的に深いかなと思ったら本当にあっちの一部だけが深くて、それ以外に魚が見えない。迷ってます。本当はルアーでやりたいんだけど、もう餌釣りに変更しようかともちょっと思ってるぐらい。もうねやっぱ関川の方に魚は固まってんだけど、ワンチャンこっちにおるかもしれんくって、そのシャローにもおるやつを頑張って取りに行きます。向こう側歩いてっていいのかな。こっち側でやっとるでしょ。もうそこをジャボジャボジャボって言って向こう側歩いて岸を、であの辺をやる。放流されてる魚でかいみたいだからね、多分見えると思うんだよね。とりあえずちょっとここの深みにおるかもしれんからやってみます。そこでなんかねキラ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 してんだよ。マスじゃないんだけど、ワンチャンそこにおるかもしれんやつを僕を狙うね。ほらあっち行っていいのかな、行くしかないもんな。厳しい戦いだった。ダメです、いません、マジでいません、魚いないです。もうあそこに入られたらもう釣りできません。帰ります。優雅に泳いどるけど、どこだ、あそこか。よえ、回避してく。手を返し直かえ。どこ行った。ナチュラルにあいつらが泳いでった先にこいつが おらなかんのかな。あー旋回するんだよなルアー見て。嫌がってんだよな。
も滑った。これめっちゃ高かったのに、これ食わんじゃん。なんなん、さっきのミノの反応良かったな。でっかいミノでガガガガってやった方がいいんかもしれんな。あ、追ってきた追ってきた追ってきた、やっぱ追ってくる、明らかに追ってくる。全然違う。あ、こんぐらいパワフルの方がいいわ。これ釣れるぞ。うわ、食いそうやった。なんだ、こっちじゃん正解。ちみちみやらないんでよかったんだ。うわ、ほらほら追ってきた、ほらほら追ってきてる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 。おっしゃ、食った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 、よし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 、追ってきた追ってきた追ってきた。完全にもう目の色変えとる。これだ、でかいやつら、でかいもん食いたかったんだ。やったぜ、来た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 。目の色は違うもん、みんなでっけえ。すげえ、ちょっとね、北海道での釣りが生きたわ。ミノをもうね、ただ巻きするんじゃなくて、だいぶボトムパンピング的な感じでね、使ってった。ボトムチョンチョンチョンって、もうミノをね、そんな感じに使いました。したらもう追ってきて追ってきて追ってきて、ゆっくり追ってくんだが、あんまパワフルに追ってこんくって。で、それで、ちょっとね、もうそこにおるやつ、そこにおるワームにドンって当たってきた感じでね。きたー。なるほど、これがルアーチョイスによる魚。ちょっと待って、網とかも何も持ってねえぞ俺。バラさんぞ、絶対絶対バラさん、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 絶対バラしたくない。やったースプーンでもフェザージグでも1000円で買ったゴミみたいなフライでも何でもなく、でっかいシンキングハードルは、うわ、追ってきてた、追ってきてる追ってきてる追ってきてる、すごい、めっちゃ追ってくるこいつら、すげえ。これ釣れるぞ、食うよ食うよ、食った食った食った、おっしゃ、うわー、バルター。これめっちゃ合ってる、ルアーがすげえ合ってる。ボトムまで落としてチョン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 って、もうワームみたいに使う。するともう後ろからヌン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 ってついてきて、ポーン、うわ、来た来た来た、うわうわうわ、今めっちゃ食ったのに。食うよ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 、食った、よっしゃ、あー、バレた、バラしすぎとる。ちょっと待って、くそー、かけちゃったからな。来てるでしょ、来てる来てる、よっしゃよし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 、連発連発連発、完全にもう厚みモードに入ってますね、これ完全モード。バラしても食わせるっていう、いやー、2匹目ガッポシ、爆ズレ丸、爆ズレ丸です。これしかも全部持って帰っていいんだよ。もうボトムまでつけて、これでもうチョン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 って動かしてたんですよ、こうやって。でも下に落ちたやつもこうやってつまんどるから背中なんですよね。
ここで合わせてもまあちょっと下顎にかかるかなぐらいでバレやすくなってしまうという感じで、ちょっとバレてる。これただ巻きでね、中速はして後ろから追ってきてドンみたいな感じだったら多分バレないんだけど、それでなんか反応してくれないから。お、すごい。いくら入ってるよ。マジか、どうするこれ、食べれるの。うわすごい。こんな風に中でも、だからもう産む直前よこれ。これね、もうパラパラになってんのこうやって。すごいな、こんな魚釣れるのここ。うまい。おお、できてるんじゃないこれ。うっぷ、焼けてます焼けてます。いただきます。うん、美味しかった。うまい。塩もいい感じに染みてて美味しい。歯ごたえがすごい。うん、そんなわけで今回は愛知県豊田市は上越渓谷管理水場でニジマスのルアーフィッシングをしてバーベキューをするという動画になります。管理釣り場的にはね、まあ、放流直後の魚を取れんとちょっと厳しいかなっていうのと、まあ、管理釣り場とは言ったもののストックはもう恐ろしく少ないです。恐ろしく少ないんで、時間外してきたら皆さんダメです。朝一から朝一の放流を狙うか午後一の放流を狙うか、朝ちょっと多分7時ぐらいからだったかなやるんですけど、まあ、9時とか10時とかに来てやろうとしてももうダメです。やるんだったら朝一か午後一を狙って来てください。はい、それとまあ僕、まあ、今日だけかもしれないし分かんないんですけど、当たりルアーはシンキングミノーのもうボトムをもうチョン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 ってボトムをこう動かす釣りですね。それでめちゃくちゃ反応が良かったです。それ以外スプーンもやってフライもやってね、最強だと思われてたフライもやって、めちゃ釣れるとか言って書いてあった1000円ぐらいで買ったこんなすごいちっちゃいやつもやったけど、全部釣れない、全部釣れないけど、そのミノに変えた瞬間ものすごい勢いでみんな食いに来ました。なんで、まあ、この動画見た方はね、そんな釣りもやってみるといいんじゃないでしょうかということですね。はい、ということで今回の動画はおしまいにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。